いや、思ったよりやっぱ山本がすごいです、ね、なんとかバスのキックの打線さえ持ってけば俺絶対勝てると余裕こじたのが実は通常なんですね。いや、もうそこにそこをどう返すかっていうのは多分すごく考えてきてたんだろうなきっとな、うん、けど別に舐めてたとかではなくて、今日2月何日か今日はね、なんか多分山本くんの方がいろんな意味でね、俺より上だったんだよ、思いだとかですね、いろんなことで、うん、なんかね、うん、でなんかすごくね、なんか俺彼はね、なんかなんて言うんだろう、今までこういろんな弟子がいたじゃないですか、なんかね、同じ系統じゃないんだけど、なんかね、それの香り、感じがなんか俺しちゃってんじゃん、勝手にだよ、勝手に、向こうはそんな迷惑な話なんだけど、なんかね、そういう子たちに似てる感じがなんか俺の中であるんですよね、うん、うん、だから、どんどん伸びていくんですよね、彼には、うん、ですごくね、この今年に入ったから、特にすっごい良くなったと思う、本当に一番良くなったと思う。ダメだ。自分がダメだ。この20分という時間をどう使うかが勝負だと思うんだけど、まあ考えたけど、お互い後がない状況だからね。本当修士が負けてればまた違う展開になったと思うけど、あれが勝ったから勝ってももう1試合、そんでもう1試合がっていうのもどうしても気がついちゃったね。だからやっぱりリーグ戦はそこが難しいっていうか、やっぱりただ1試合1試合やればいいだけじゃないからね。これは明らかに俺の記録不足、一発目に近藤修士に負けたのもそう、今日勝てなかったのもそう、相手を抜いてない、自分が弱い、ベルト持ってる人間としてこれ情けない、もう優勝の望みないです、切り替えなきゃいけないけど、ちょっと情けない、反省する、以上です。マンションのやつなんだ、あの小僧、あ、おいクソ小僧、おい、俺はブラックタイガーセブンだ、おい、あいつは大学 大卒か、あいつは、あ、大卒で、あ、どう考えてもこの全日本プロレスのリングでブラックタイガーセブンとして俺は呼ばれてきてるわけだ、あ、コスチュームもリングネームもマスクもかぶって、あ、俺の中身なんか誰だっていいだろう、おい、あ、もしかしたらマークロコかもしれないし、あ、エディかもしれない、あ、シルバーキングか、あ、ロッキーロメロか、高岩か、あ、石井か、あ、あとは知らねえ、おい、あ、まあいいや、そんなことより、また全日本プロレスには陰謀が、あ、アジアタック、あ、クソ畜生大盛りの野郎、あ、俺がタッグパートナー立候補してやったのに、なんだあれ、あ、畜生、まあしょうがねえから、あ、なんだあのクソガキ、あ、クソガキとクソガキを本当にプロレス界から俺が排除してやる、もう二度と野沢、いや違う、ブラックタイガーセブンと試合したくねえっていうぐらい、あ、それから、マスコミを通じてお願いします、はぐれ IGF インターナショナルの藤田和幸剣道家臣様、そろそろ僕に連絡をくれてもよくないですか、僕は一人本当にはぐれ IGF インターナショナルの一員として全日本プロレスで変な小僧やり、秋山社長とタッグを組んだり、大森と島根には裏切られたりでも、あ、脇が分かんなくなっている、うん、お願いだから家臣藤田、俺に連絡をくれ、うん、なんなら全日本プロレスの会場に、うん、俺を助けに来てくれ、あの二人、うん、本当に俺は連絡先知らない、うん、ああもうやってるの野郎、何なんだあんたの野郎、何がはぐれだよ、お前らプロレス界からはぐれてるだけだろうがよ、
適当な名付けて自分だと正当化せんじゃねえぞ。二度とおめえらがプロレス界に入ってくるというのはねえんだからな。え、藤田、この差は俺剣道おかしいんだよ。え、一人一冊ずつだ、この野郎。めんどくせえぞ、俺相手にしたら剣道おかしいな。岡田、言ってやれよ、最後の俺は。もう悔しいとか、そんなレベルじゃないよ。もう怒るしかない。は、全日本のリングで、は、散々暴れ回ってくれてよ。何が、ブラックタイガーセブンじゃん。おのれ、野沢ロンガイ、剣道家臣、藤田和幸、埼玉でこの俺、いや、エボリューションとして、ヒカルさん、佐野さん、僕らで、あいつら、絶対一緒にやましょう。一人一冊だ、一人一冊だ。生きて帰れると思うなよ。人間界から外れさせてやるもんね、やろ。さあ、いやでもこうやってさ、エボリューションのメンバーがさ、なんかこう、殺気立つというかさ、こういう気持ちって今までなかったと思うし、ね、どっかこう、まあ、盛り上げる、ね、やり方っていうのは、こういう形は初めてなんでね、個々の力って強いよね、とか、でそこがまた、ご自身はうまくまとめていきたいと思います。バックだよ、うるせんだよ、あいつは。調子乗ってんじゃねえか。調子乗ってるやつ多すぎんだよ、お前。俺らお前見せつけてやろうお前なあ、なあ、ハグネットお前やったきっかけにお前かき乱すエボリューションやんなきゃいけないんだ。そうだよ、触らぬ砂間にたたりなし、触らぬエボリューションにたたりなし、教えてやるよ。一人一冊だ、愛の力で一人一冊なんだよ。藤田和幸、小沢論外、剣道家臣、一人一冊だから。なるぞ、はい、なるぞ、はい、いいよ、やってやろう、はい、行こう。合宿だ。ゲートさん、まだ終わらないよ。よしきは終わらない。もう一回あのベルト目指しましょう。よしきで目指しましょう。行こう、もう一回行こう。おめでとう。お前らが最高の高橋で、もう全部俺が悪い、全部俺の責任。もっと前からお前らと最高の高橋で戻ったな。俺はお前らと勝負でこの戦闘を、なんかいい言い方が思い浮かばないけど、ちょっと待って、話してくれ。ちょっとね、パートナーが心の底で舐めてたっていうのはおかしいんだけど、最強タッグで俺は勝ってるから、普通にやれば今日は勝てると思ってた。そういうなんかおごりというか心の隙があった。相手をちょっと下に見てた。マイネーも申し訳ない、ファンにもケントにも申し訳ない。今日は物の責任、ベルトかけて俺らやってくれ。でも今日ね、こう負けて一つ良かったのは、俺の弱点が今日はもう露呈した。決定力のなさ、これがこれからの俺の課題、チャンピオンカーニバル控えて、もう横にタッグでね、タッグみたいにケントは横にいないから、俺一人で何とかするしかないから、今日その決定力がないってことがね、改めて浮き彫りになって逆に良かったと思う。ケントには申し訳ないけど、まあでもケントもああやって言ってたようにね、ヨシケンはね、もう一つのブランドとして確立されてるから、チャンスがあればまた挑戦するし、ベルトがなくたって俺たちはヨシケン、全日本プロレスをもっともっと明るく楽しく激しく、もっと楽しく、もっと明るく、もっと楽しく、もっと激しい全日本プロレスにします。
ついに取り戻したぞ、俺たちの認定これはもう誰も渡せんからな。特に今日は大阪っていうことだって追い風がそうかったんで、ダメで助けられたところもあるけど、次最後第2、ああもう誰が来てもこの結果絶対守り抜くんで、とりあえず今日はまあまず最高のビールを飲んでゆっくり次の埼玉のことを考えるわ。思った通り俺らが勝ったけど、思ったより苦戦してしまった、まあ首がちょっとそれは心配な、あと痛かったけど、またやっぱり吉達の吉達ロックあれだけはやべえ技やなって今日しみじみ実感したから、何か取られたしな、あれで、まあけど今日は俺らのまあダメージもあるけど完勝いうことで、本当にみんなの応援してくだされる皆さんのおかげです。ゼウスもそれで耐え抜けたと思う。まあそういうことで、ああええか、ああ人生は祭りやで、わっしょいわっしょいわっしょい、まあそういうこっちゃ。どういうこっちゃ。3月、25日ダニアポレス埼玉スーパーリア大会、正式にもうここで、まあ誰が決定出すのか分かんないですけど、ビッグガッツとサイ・ミラン・ジェームズ組、まあ強く希望します。でもうこれ組まれないんだったら、まあここで世界大会なんてやる意味ないと思うし、まあ俺らしかいないと思うんで、まあ、全然ベルトに絡んでこなかったんで、世界大会に関しては、まあベルが取りたいっていうのはもちろんなんですけど、最高にピークの、ビッグダンスとやりたいと思うんで、とにかく俺らが目指すことは一つ、ベルト取った自己満足とか、まあ、もちろん、まあ、取る前提で言いますけど、ベルト取れたどうこうっていうのは必ず各団体チャンピオンがいるわけなんで、まあ、大したことじゃない、まあ、俺はもう取る準備もできてるし、内容が勝負やと思ってます。プロレス知らない人がこの試合を見て度肝を抜かれてしまうような、そんな試合にしなきゃいけないし、今その試合ができるのは正直ビッグガンズと俺とディラン・ジェームズだと思ってるんで、もしこの試合でそういう試合ができなかったらね、ディラン・ジェームズも俺もここにいる必要がないと思う、でもそれぐらい厳しいこと言ってもいい試合する自信あるし、ベルトをダッシュできる自信もあるし、正直替えが効くメンバーっていうになるのが俺は一番嫌なんで、まあサイじゃなくてもディラン・ジェームスじゃなくてもいいって言われたら俺は終わりやと思うんで、俺らしかできないような試合を、やって、内容でも実力でも本物を掴みたいと思います。よろしくお願いします。青木だよね。全日本ジュニアの問題は全て青木じゃない。ベルトは外から取り返して、なんでまたマスクでやってんだって、ハスに構えてやってんだろ。まだ全日本プロレスのエースはお前なんだろ。そうじゃないってなったら俺にベルトそのままよこせよ。戦わずに俺が全日本プロレスのジュニアのエースになってやる。もう俺マイクもできるぞ。喋れるぞ。どうすんだ。もう世界ジュニア戦やるまでもない。もうこの時点で俺がはるかに上行ってんだろ。俺は県で言った通り、今の全日本のジュニア一番弱い、そして今日結構やるぞ、一番レベルが低い。
何か思うことがあるやつは俺に直接言ってこい。何でも関係者でもレストランだっていいよ。まあ、あとずっと言わなかったわけじゃないけど、何この5年全日本抜けてレストランに行ってレストランの俺が今このこと全日本プロレスのジュニアのリングに上がってるか教えてやろうか。レストランは団体は小さいよ。始まったばかりで客も入ってない。でもよ、小さい団体だってプロレス界に存在してるってことは俺は示したかったんだよな。あ、わかるか。そのために俺はこのリーグ戦に出た、結果を出したんだよ。まあファンもマスコミもきっとレッスルなんて無視してる状態だからさ。分かってるよ、そんなの俺は肌で感じるよ。だけどそれに別に怒ったらしないけど、片隅の小さな団体にもこんなレスラーがいるってことは忘れてほしくなかっただけ。レスラー他にもレスラーがいるけどみんな頑張ってる、それをアピールしに来ただけだ。まあ全日本のうちのエースになろうなんて俺は思っちゃいないわ。でも誰が今エースか、今現時点で暫定で言ったら岩本だろう。お前が頑張れ、もっと以上。あと一歩だ。ああ、届かなかった。今の全日本ジュニアが一番弱いって言われるのは本当にムカつくし、それはなんとか結果で見返したかった。言われたようにやられて、しかも B の決勝は俺で、まあ最後の砦の負けで、それで俺が負けたっていう責任はすごく感じてるし重い。あとリーグ戦最終戦、田尻さん、今まで1回だけシングルやったことあるけど何も手応えがつかめなかった、でも、今日田尻さんと試合してみて、なんかやっぱ感じ取れるものもあったし、なんか自分に対する愛っていうものをなんか何かしら感じ取れた、戦ってそう思えたんで、何か今後田尻さんと、田尻さんがいいなら何か一緒にやっていきたいし、俺はあの人の近くで、いろいろちょっと学びたいかなって思う。今のスタイル、今の自分のスタイルにないものっていうのを田尻さんはいろいろ持ってると思うし、それを世界で体験して得得してきた人だと思う。だから、田尻さんがいいなら、今日も決勝の時セコンドにいてくれたし、田尻さんが OK って言うならぜひお願いしたい。あと近藤修司、次青木さんと世界ジュニアですよね、世界ジュニアですよね、やる。もちろん青木さん勝ってくれると信じてるし、俺が今日近藤修司に負けたっていうことは絶対忘れないし、これは自分の力で勝ちに変えてみせる。今日は負けましたけど、俺の気持ちは折れない。とりあえず今日はお客さんに申し訳ない、絶対いつかひっくり返して納得させる。よいしょ。